はい、どうも皆さん、こんにちはです。2016年新年明けましておめでとうございます。いやー、本日ね、1月3日ですね。やっとゆっくりというかね、いろいろこう年末、年末インターネットの回線がちょっとおかしくなって、それを直しながら年が超えちゃったっていう感じなんですよ。そんなわけで1月3日です。ザ・フォレスト、やっていきましょう。ね、今回は、皆さんから多くのね、明けましておめでとうございますとコメントいただきましてありがとうございます。で、見てください、こちら。これなんだかわかりますか？死体焼却場です。作りました、もうこれ。ここから火をつけて、ちょうど原住民がね、来てくれたので、撮影をね、回しました。よいしょ。これやって、つけるでしょ。ここに入れ込むと。で、見てください、これ。骨。大量の骨。これやばい、ね。骨がね、いっぱい手に入るんですよ。骨のフェンスとかもね、あんまり作ってないんで、作っていきたいなということで、ここで作りました。さあ、ちょっと、じゃあ、試してみますか。木もね、ここが、ね、いい感じのこのシステムがあるおかげで、めちゃめちゃ溜まってますね。よいしょ。さあ、いるな。あ、来ました。ありがとうございます。おはようございます。っていうね。よいしょ。原住民の方々にもね、お世話になりましたから。ほい。よし。こういうシステムですね。ここに入れ込むこと。おっと。あ、来ました。ありがとうございます。よし。で、せっかくなんでね、ただ燃やすだけじゃなくて、エフェジーをね、作っていきたいよね。神聖な儀式ですから、これ。魂をね、ちゃんと天に送り届ける。なので、あ、コメントでヨットが追加されてませんでしたかっていう、あれあったんですけど、ヨットは追加されてないです。これ？これね、旗が上についてるんですけど、作っても多分旗はつかないと思います。エフェジー。で、カスタムエフェジー、これだよね。これをどうしよう、ここら辺かな？ほい。ちゃんと神聖な、ね、儀式ですから。あ、燃えたね。で、この骨を大量にここにしまっているという事態です。ちょっと木が終わりそうかな。燃え尽きそうな感じになってきた。そう、何気なくね、カラスが追加されてるんですよ。気づかなかったけどね、これ。よいしょ。で、エフェジーのためにね、ちょっと分解していきましょう。原住民ね、いっぱい来るんでね、今回の死体焼却をまったりね、ゆったりやっていくという感じです。あれ？全然切れねえんだけど、これ。あれ？バグ？よし。あれ？なんで切れないんだろう。死体の切り方変わった？そんな聞いてないよ。あれ？切れない。なぜ？よいしょ。あ、切れる切れる。焦った。なんか死体を切るための何か作らなきゃいけないのかと思った。あ、ほい。あ、もう持てないな。さあ、ここに貼り付けていこう。大の字はね、もう作ったから、大の字ではなくていいわけだ。ほい。とりあえずね、こんな感じでつけて、やっぱりね、頭の位置が非常に重要になってきますよね。まずは、こうして、ここにね。ここに頭。いいね。いい感じ、いい感じ。あー、夜になってきた。よいしょ。頭もう一個ありますから。ほい。頭だけの、飛んでた、今。大丈夫？これは燃やせんのかな？この胴体だけ。あ、燃やせる。ひでえ。えぐいな、これ。よいしょ。まあね、もう自由につけてっていいと思いますよ、こんなのは。よし。頭はね、頭だけでエフェジーを作るっていう、えげつないこともできますよね、これだったら。で、これ火もつけれると。ほい。よし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 。いや、年末のね、締めくくりのフォレストとか、撮ろうと思ってたんですけど、ちょうど12月29か30、29ではないな、30かな ?30 の夜ぐらいから、
回線がおかしくなっちゃって。で、それ直す作業をしてたんですけど、全然直んないんですよ。まあ、前からこういう現象あったんで、簡単に直るかと思ったら全然直んなくてね。それで1月1日に、インターネットのね、その、プロバイダーの契約してる業者の方を呼んで、直してもらったんですよ。いやー、1月1日からもう呼び出されてるっていうね。会社の方々は大変ですな。ここら辺にいたよな。あ、キャッキャッキャッキャ。重要ですから。あ、閉じこまっちゃった、それ。ほい。よいしょ。変異体はね、燃やせないみたいなんで。あ、来た来た。違う部族だ。ほい、ほい、ほい、ほい。部族の争いもね、ありますからね。原住民の間で。よいしょ。で、今あんな感じで。一回高くなりましたね。今、何回目だろう。1、2、3、4、5、6回、7回目の、床を作ってるところですね。で、ここガバッと開けて、この台車を落とせるようにして、こんな感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、7×8 だから、8、56本。あって、下の方にもね、こんな感じでいっぱいあるんで、丸太はとにかくめっちゃ集まってます。あれ？あ、消えちゃったか。よいしょ。これなんだ。あ、これこれか。特に追加されていない。ファイアーピット、どっちが長持ちするんだろうね、これ。どっちにしても壊れるんで、まあ、どっちでもいいんだけど。よいしょ。さあ、これやって、まったりに行きましょう。よいしょ。原住民いたよな。おきゃ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 。こんにちは。おいしょ。あ、清美です。はい。で、胴体だけじゃ骨になんない可能性あるね、これね。うん、さっき骨なかったから、骨が欲しかったら、まあ、胴体ごと燃やさなきゃいけないけど、今はね、部位を集めましょう。よいしょ。あれこれ切れてないよね。切れるときと、切れてないよね。いたいたいた。おぉ、巨人。身長でかいね、この人。無限だよ。でかいでかい。うわ。そりゃ、あ、まずい。強い強い強い。やっぱ地上の原住民でもね、夜型だとかなり強い気がしますね。ちょっとここに入れ込んで。オッケー、あれ？てい！よし。なんか分解できないね、これね。さっきできたけど。当たり判定がちょっとバグっちゃってんのかな。ほい。よしよしよし。薬ゲット？これで眠れるかな？よいしょ。さあ、寝よう。よしよしよし。罠もね、全然作ってないんで。作っていきたいんだよね。作りたいものがいっぱいあるんですけど、全然できてないっていう状態です。よいしょ。さあ、寝て。まずね、次回あたりやっていきたいのは、おっと、違う。あ、なんだ、バグった。あ、このマウスが、中心に集められるバグ。スロット3にセーブするしかない。オッケー。で、こんな感じでね。やっで、城はこんな感じ。で、次回あたり作っていきたいのは、見張り台なんですよ。前回あたりチロッと、ね、ここら辺にタワー建てたけど、まあ、あんな感じにしようかなと。で、ここら辺ね、ここら辺の、こういう、ね、なんもないスペースを利用して、まあ、でもここ入り口だからね、どこら辺かを利用して、うん、ここの壁を取っ払って、まあ、なんていうか、城の、上の塀のあたりを歩く感じ。何言ってるかわかんないけど、まあ、そういう、こう、周りを見れる場所を作りたいなと思っております。よいしょ。さあ、解体作業だ。ほい。ほい。音はするけど、これ多分解体できてないな。ほいしょ。日本刀ダメ？あ、日本刀ダメっぽい。
斧じゃないか。ほい。ほい。OK。あとは、頭ですね。で、胴体は燃やす。燃えんのかね、胴体。骨なくなってたけど、さっき。よいしょ。どういう形にするかだよね。これ難しいね。あ。え、火ついてるからつけらんない？あらら。そっか。そうだね。なんかでかいの作りたいな。お、インフェクテッド感染してる。そう、このサニティ、これもね、ゼロパンにしたいんですよ。うん。とりあえずアロイを、アロイじゃない、アラ、え、アロエを食べれば、感染症治るということなんで、アロエ食べて。これで治ったかな？よいしょ。地味にこういうのね、感染とかいつからついてたかわかんないんですけど、ちゃんと見とかないと。スモールエフェジー、アームエフェジー、ラージエフェジー。ラージでも作ろうか、ここら辺に。でーんとね。どうしよう。外に作ってもいいよね。原住民いっぱい来るんで。いっぱい来るんでね、もうすでにいっぱい来るんで、これ作ればね、多分えげつないぐらい来ると思う。よいしょ。作っとこう。今回変異体来ないよ。よしよし。さあ、石もあるし。頭が8個足りないんで、少なくてもあと8体はやんなきゃいけない。あ、でもここにあるな。あ、やっぱり斧だと切れるね。日本刀だと切れないっていうバグが発生してますね。上の方。上の方見てないと思うけどね、日本人の。よいしょ。さあ。とりあえずここにダーッとやって。よいしょ。あ、頭転がんな、頭転がんな。あ、頭転がっちゃった。待て待て待て。いろいろとまずい、それ。よいしょ。あれ？あー、ダメダメダメ。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。皆さんいつまで休みなのかな？うん。私はね、基本的には5日、あれ？ 5 日だっけ？ 6 日だっけ？ちょっと忘れちゃったけど。そこまではね、何もないんですよ。はい。まあ、多くの方は明日、4日あたりから普通に仕事始まんのかな？多分。よいしょ。まあ、2016年もね、私ワニのゲーム実況チャンネル、やっていきたいと思う、やっていきたいと思って、やめる予定ないんですけど、まったり。でね、2016年はね、VR 元年と呼ばれていますね。VR、何なのかと言いますと、バーチャルリアリティね。うん。聞いたことある方も多いと思うんですけど、ちょっと待って、ここに立てたい。はい。バーチャル。まあ、仮想現実のね、ことなんですけど、それの元年と。なぜ元年なのかと言いますとね、プレイステーション4で、なんだっけな。おお、これいいな。PSVR、プレイステーション VR っていうね、新しいハードウェア、周辺機器かな、そういうの発売されるんですよ。一体どういうものかと言いますと、HMD ヘッドマウントディスプレイですね。それをつけることによって、こう、視界のほとんどが、ゲームの世界、まあ、水中ゴーグルとか、あんな感じらしいんですけど、完全に、ゲームの視界になって楽しめると。まあ、酔いそうだけどね、かなり。プレイステーション4ね、先日、2015年の12月、28日あたりだったかな？買いました。私もね。今、BO3 を買ってやっておりますけど。やっぱりね、BO3 とかやると疲れるよね、すごい。早いんだよ、あれ。すっげえ早い動きが。ついていけない。よいしょ。これはまったりね、フォレストもやりたくなるというね、感じ。めっちゃ来てない？これ、現状に。刀で倒して、あれか。斧で解体するっていう感じか。あ、火消えちゃってる。あ、胴体だけでもちゃんと骨出ますね。よいしょ。ここに集め。いや、
えらいことなってきたな、これ。あと、3分の1ぐらいで満タンだね。よいしょ、ちゃんと胴体は燃やしておいて、ほい、火つけないと。ほいしょ。いっぱい来てるね、これね。ほい。あれつかない。よいしょ。デッド。オッケー。おっと、危ない。いい感じだ。骨のフェンスもね、うまく活用していきたいんです。ほい。なんかめっちゃ、鳥の羽すげえ出てきた。よいしょ。ほい。さあ、じゃあ最後にこの集団を倒して、あと5個頭必要なんで、5体やんなきゃ。ほい、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 ほい。すごいここに集まってくるんで、あの壁側につける、ディフェンスウォール。あれも、作っておかないとそろそろやばいかなっていう、感じなんですよ。ほい、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 ほい。よーし、おっと、痛い。さあ、これで、二体目。血がついてるのがリアルになりましたよね、結構。なんか絵の具とかみたいに見えるけど、確かに。危ね。ちょ、家族子にさ、やんのはダメだろ。先生、堂々やろ、そういう時。ほい。いや、強いな、この白いの。強い部族強いわ。あれガードできない。オッケー。ほい。さあ、来るがいい。ほい。ほい。よし。オッケー。これで、三つ目。ふっ。ふっ。ふっ。なんだろう、日本と振りが遅くなったよね、前と比べると。なんで、斧の方が強いんだ、これ。ほら、これで倒しちゃう。攻撃力が温度すっげー高いんですよ。見てみようか、ほら。スピードもね、スピードこれマックスじゃない？スピードマックスだよね。ちょっと待って、モダンアクス強すぎるな、これ。明らかに強い。これで終わりか。足りるかな？頭、1、2、3、4個しかないよ。ほい。で、頭をつけたままね、死体昇格場の方にやれば、スカルンを手に入れられますね。スカルランプ、地味にね、ここにくっついてます、ほら。ここにも地味にくっついてます。こんな感じで。ここにもね。スカルいっぱい手に入るんでね、非常にスカルランプがね、いい仕事してくれてますよ。よいしょ。さあ、頭をよこせ、頭を。あれ？一個どっか行った？転がってったかな。ほい。新年早々かな。原住民をね、葬っておるわけです。よいしょ。あれ？あ、頭一個しか持てないからどっか行っちゃってるな。二個どっか行ったわ。よいしょ。あとはログ。あ、頭三つだけですね。これ結構すぐね、引けちゃうんだよ。なぜだ？なぜだ？よいしょ。はい。はい。次回はね、さっきも言った通り、見張り台とか作っていきたいかなと。あとね、鹿の皮をね、壁に飾れるんですけど、それを利用して、ワニっていう文字を作ったらどうですかっていう、語りました。その案はね、なかったの。ぜひ作ってみたい。作るとしたらやっぱりここかな。ちょうどここ窓つけ忘れたところあるんで、ここら辺にするか、それとも外側こっちかなにするか。外側だとね、鹿の皮をつける方法がないんで、のぼ、ギリギリここ、歩けないな。ジャンプすれば届きそうな気もするんですけど、ここはね、もうサメの頭を踏んづけてね、こう、行っちゃえば問題なさそうかな。鹿の皮はこんな感じであんまりね、目立たないので、木のところにやるよりは、やっぱりあれかな、石のところにやった方がいいんだろうね。よいしょ。
一個思ったのはですね、あれなんだよ。これね。草の葉っぱのトラップ。これ壁に、あ、いけそう。あ、これ壁にさ、いけるでしょ、これ。頑張れば。いけないか。無理だね。あ、てかここ。これあれか。ここまで作ってるので、ちょ、バグった。ここまで作ってるから、あとこう、ペってやって、へーってやって、あ、ここにするか。もうね、ここ途中まで作っちゃってるから、地面にしよう。よいしょ。壁にしたかったけど、ちょっと手間がかかりそうなんで、地面に変えよう。鹿の皮。うさぎの皮もね、一応飾れるようになったんですよ。うさぎの皮持ってんのかな？あ、今持ってるわ。ちっちゃいな。ちっちゃいわ。木の跡にしか見えねえわ。やっぱこれかな。なんか見づらくない？こんな見づらかったっけ？これをオリジナルに。見づらいな。よいしょ。まあ、こんな感じで。ここに棒をつけて、ここに、ここが輪の上の部分ですね。いいじゃん。そんなわけで。よいしょ。座って終わろう。はい。2016年、ワニのゲーム実況チャンネルスタートいたしました。まあ、11日に、1周年かな。うん。1年やってきたっていう感じが全然しないんですけど。まあね、登録者の方も、増えて、コメントや高評価もね、いただいて非常に、楽しんで実況できておりますので、これからもね、よろしくお願いいたします。そんなわけでご視聴の方、ありがとうございました。次回の動画もお願いします。